いにしえの昔、まだ光と闇に命があった頃、光は女神となり、闇は邪神となり、両者は激しい戦いを繰り広げていた。やがて光と闇は互いを飲み込み、光は闇に蝕まれ、闇は光に切り裂かれ、両者は命を失った。死にゆく星が閃光と暗黒の中に落ちていくように、こうして女神と邪神は永遠の眠りについたのである。起きなさい、ファング。起きて、ファング。ちょっとファング、起きなさい。ほ、あたしよ、アリンよ、助けに来たわ。逃げましょう。助ける？誰をだ？決まってるでしょ。パンを無銭飲食して捕まるなんて、まったく情けない。早く起きて、逃げるのよ。逃げる？なんでだ。あんたにはフェンサーとしての使命があるでしょ。さっさとここから出て、あたしと一緒にフューリーを集めるのよ。いやだね、俺はここが気に入った。ここで一生を過ごす。だから放っておいてくれ。は？あなた分かってるの？ここは牢屋なのよ、牢屋。分かってねえな。ここにいればタダで飯が食える、寝たいだけ寝れる、まさに天国だ。俺はここで死にたい。そんな美味しい話があるわけないでしょ。この町では食料を盗むことは重罪なのよ。しっぺ100回の刑よ。手が腫れて動かなくなっちゃうんだから。それはいい、もう顔を洗わなくて済む。呆れた、あなた本当にバカなのね。手が動かなくなったらもうご飯も食べれなくなっちゃうのよ。よし、逃げよう。疲れた、オブレ。は？何言ってるの？まだ10歩も歩いてないじゃない。長年の牢屋暮らしで体がなまっちまった。いいからオブレ。ふざけないで、たった3日牢屋にいたぐらいで。いちいち逆らうな、俺はご主人様だぞ。妖精の分際でこの前来な。神聖な俺様の体を背負わせてやると言ってるんだ。ありがたくお前。いい？はっきり言っときますけど、私はあなたのしもべじゃありません。フェンサーと妖精は対等なの。
覚えておいて。静かにして。魔法で監視を眠らせているけど、目を覚まさないうちにさっさと逃げましょう。チッ、仕方ねえな。はあ、なんでこんな奴が私のパートナーになっちゃったんだろう。ああ、腹減ったな。誰かパンでも恵んでくんねえかな。なんだい兄さん、よそ者かい。まあな、そんなとこだ。なあ、あの剣は何なんだ。妖精武器のフューリーさ。あれはこの町ができる前からずっとあそこに刺さってるんだよ。未だに誰にも抜けない不思議な剣でね、たまに腕自慢が剣を抜こうとするんだが。ふん、剣を抜くと何かいいことがあるのか。どうだろうね。フューリーを持つとどんな願いでも叶えられるって伝説なら子供でも知ってるけどね。なあ兄さん、腕っぷしに自信があるなら挑戦してみたらどうだい。そうか、どんな願いでも叶うなら飯食い放題だな。はじめまして、私はアリン妖精よ。飯出せ。あなたが今手にしている妖精武器フューリーに宿る命、それが私。ねえ、あなたのお名前は。俺様はファングだ。飯出せ。よろしくねファング。その剣はもうあなたのもの。そして剣に宿る私の力もあなたのもの。今日からあなたはフェンサーよ。私と一緒にフューリーを集めるの。おいおい、黙って聞いてりゃ勝手なこと逃しやがって。何がフェンサーだ。俺の運命は俺が決める。いいからとっとと名刺を出せ。フェンサーはフューリーを集めるために戦う剣士のことよ。そして今あなたが手にしているのは全部で100本あるフューリーの一つでしかないの。すべてのフューリーを集め、邪神と一緒に封印された女神を復活させれば、どんな願いでも叶えられるのよ。なんだそりゃ、さっきと話が違うじゃねえか。騒ぎだ騒ぎ。この剣を抜けばいいんじゃなかったのかよ。いいえ、それはまだ始まりに過ぎない。さあ若きフェンサーファング、私と一緒に冒険の旅に出ましょう。やだ。え、今なんて。やだ、めんどくさい。フェンサーになんかなりたくない。武器を100本集めるなんて考えただけでげんないぞ。ちょっと、あなたは私の封印を解いて目覚めさせたのよ。あなたはもうフェンサーなんだからね。私と切っても切れない絆ができちゃったんだから、そんな冷たいこと言わないでよ。絆、そんな絆俺が断ち切ってやる。アーバよ、待ちなさいよ。この剣を抜いた以上、あなたは私と一緒に女神を復活させる運命なの。ふざけるな。俺の運命は俺が決める。誰の指図も受けない。ひどい。私初めてだったのに、責
それで誰も抜けない剣を抜いたからパンぐらい多めに見てくれるって思ったわけね。考えが甘いわ。別に盗んだわけじゃねえ。試食品だと思ったんだ。いっそのことこの剣を金に変えちまえばよかったぜ。ひどい。見つかったわ、衛兵たちよ。よしお前、俺を助けるために犠牲になれ。俺はご主人様だからな、当然のことだ。何度言ったらわかるの？私はパートナー、五分と五分よ。ほら、戦いなさい。ファング、私を使ってフューリーの力を使うのよ。フェアリンク。なんだかわかんねえが、仕方ねすんなっての。さあ行くわよファング。私を使えばこんな奴ら楽勝よ。って剣じゃねえか、ただの数から不利なんだぞこっちは。普通の剣じゃないんだから。常人と違って強力な連続攻撃ができるの。これだけで簡単に圧倒できるわよ。そんだけかよ。それだけなのか。あんまパッとしねえぞ。私は妖精よ。よ、う、せ、い。何？魔法？早く言えそれよ。暗記もフォアグラフォッチャーちゃん滅消出せー。でね、ちょっとちょっと、そんな魔法じゃないわよ。いい？攻撃魔法が使えるの。それを使って。でー、全然実用的じゃない。何言ってんの。今使いどこでしょ。行くわよ。やらせてもらう。どうし、覚悟。どうし、行くぞ。おとなしくしろ。行くぜ。うりゃっ。アタックエフェクト準備ミス。いけ。ここで。いっちょ上がり。手こずらせやがって。俺って結構強かったんだな。まあ当然か、俺様だからね。そうよ、あんたにはもともとフェンサーとしての才能があるんだから。これからもよろしくね、ファング。一緒に残りのフューリーを集めましょう。女神を復活させるために。